高山村は長野県の北東に位置する村。長野県市には高山村の旧石器時代の遺跡として、荒井玄、紫、福井玄の遺跡が掲載されている。1960年、久和川の上流で輸送ホラー穴が発見され、この中から1万年前の縄文時代の時、人骨が発見された。調査の結果、この遺跡は縄文時代、弥生時代、古墳時代、 古代、中世、戦国時代に至る複合遺跡であることが判明した。この遺跡の存在により、高山村には縄文時代の初めから人間が住んでいたことが証明された。高山村にある縄文遺跡は村内各地にあり34箇所に及ぶ。高山村には前期や中期の古墳は存在しないが、村内の遺跡からは4世紀に作られた土器が多数出土している。 この時代、稲作農業はわずかで焼き畑や動植物の自然採取に生活の主体が置かれていたと考えられる。高山村には平安時代の遺跡が25カ所あり、そのうち号遺跡が古墳時代と重なる。奈良時代末に皇室の馬を飼育する見巻が各地に置かれた。高山村にある巻、駒場の地名もこれに関係する。松川の南側は氷の里。 北側には山田号があった。村内を通る鉄道路線はない。最寄り駅は長野電鉄長野線須坂駅であり、路線バスが出ている。村内を通る高速道路はない。また、国道292号、四角札道路は山田峠付近で村内の軌跡をごくわずかではあるが通過している。県道村内の巡回バス、及び須坂駅、山田温泉間を通る、 超電バスがある。小学校、中学校への登校に利用している児童も多い。一茶ゆかりの里一茶官。ありがとうございます。